はい、皆様おはこんこん、どうもソスケです。プロ野球スピリッツ2015斉藤和美侍道パート7やっていきましょう。で今回がね DeNA 戦ということで、前回ね負けないエース目指してたんですけどね、10勝手前で負けちゃったんで、まだまだね甘いのかなということで、まあ気を取り直してね、まあどんなピッチャーでもね、まあマー君は除いて、まあ何回かは負けますから、まあその負けをいかに減らしていけるか、うん、連敗をしないかっていうのがねエースだと思うんで、頑張っていきましょう。よし、じゃあ今日は能力を上げていこうかな。うん、何したらこんな調子上がるんやろうね。何してるんやろこの女の人。まあやめときましょう、変な想像はね。よし、やっていこう。今の感じか、スタメンはこんな感じです。うん、まあ相手ちょっとね好調絶好調多いんですけどね、まあ筒香とか怖いけど、まあ頑張っていきましょう。まあ、今回もね、DeNA 戦は DH なしの方なので、バッティングしていこうかな。まあ、やっぱりバッティングの時はどうしても、リアルスピード無理なので、リアルスピードは解きましょう。さすがにね。まあ、前回は、まあ、ヒット1本打ったけどね、なんやかんやね。でも、不調の時に打ったんで、今回絶好調な、好調なので、なんとかやっていきたいかな。まあどうなんでしょう、前回点を取れてくれないイメージがあったので、まあ相手も久保ですしね、いいピッチャーには変わりがないので、まあどうにかこうにかしていきたいところですね。よし、打席は自分でプレイ。でまあ能力はスピリッツでいいんじゃないかな。で、難しさを、ミドルスピードに変えておきましょう。打撃の方がアシストになってるのかな。で、これは OK、 これは表示しない、違う、オッケー。あ、シュッシュッシュッってしてもうた。もうめんどくさいな。これなんでこうシュッシュッシュッってしたらさ、全部変わるようになっちゃうんでしょうね。別にいいやんね。もうこれ決定ないからってことですね。よし、やっていきましょう。あー、どこで行ってもしょうがないんだね。梶谷か。オッケー。いや、ほんと応援曲を設定するのがめんどくさいよね。いちいちね。うん。まああれよね、そのチーム編成で編成してもほら初期化したら全部なくなるじゃないですか。あれが厄介だよね。うん、いやー厄介厄介。多分ね点は取られると思うんですよね。正直多分0点とか多分無理なんですよね、この DeNA 打線。今バント構えてたよね。バントさせた方がいいのかな。ここは送りバントなんでしょうか。まあ警戒はしながらもある程度打ち取っていきたいなって。あ、これバントしてもらいましょう。いや、まだ分かります。無難に OK。 いや、ワンアウト取れるのは大きいんじゃないかな。3番が誰やろ、グリエルとかでしたっけね。まだおるんかって話なんですけどね。契約解除になったんじゃないの。勘弁してほしいな。まあ、臭いとこを攻めていきましょうか。いや、この応援歌って本当変わらないですよね。僕が中学校の時から変わらないんじゃないかな、この応援歌。僕中学ぐらいからその興味を持ってね、まあ、小学校の時は興味持ってたんですけど、その詳しくは知らなかったから、中学校の時に特に詳しくなったから。でもその時からこの応援曲あったからね。うん、だいぶずっと同じ応援曲を使ってるんやなと思ってね。どうしよう、敬遠チックかな。正直打ち取れる気しないよね、この能力で。ヒット1本で多分帰ってこられるでしょう。いや、打ち取れる気しねえな。いや、敬遠やな。うん、いや、まだこっちの方がいいでしょう。正直ね、チャンスは丸やけど。これが1球目。いや、オッケー、でかい。よし、スリーアウトチェンジ。いや、危ない危ない。初回から怖いね。ベイスターズ甘かったけどね、結構ね、中に入ってきたけど、まあなんとかなりましたね。よし、いけ、よし、いや、ここでしょう。もはやここでしかないでしょう。自分で援護点を稼ぐ。いいね。なぜか打ち方はノリやけどね。まあそれは面白いんじゃないかな、動画的にね。うん、打ちて、久保から打ちて。
でもプロスピリッツでしょ、打てる気しないんだよね。なるほど、そうですか。今のとか狙い目やったかな。まあいいや、よし抜けろ抜けろ、オッケー、でかい、やったぜ、よし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 。まあまあまあ、甘くストレート入ってきましたよね。うん、続いてほしいな。いやいやいや、自分で援護点だけかよ。自援護、自援護でしたね、完全に。いや、自分でバッティングしてよかった。ロペスか、ストレートから入るのは怖いな。カットボールから入ろう。いや、正直全員長打力ミート力あるよね。よし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 、今の感じだとタイミングが早い。よし、ボールかストライクギリギリのところにストレート投げましょう。これ振るんじゃないかな、僕のイメージやけどね。振りそう。フランカ、フランカもう多分出てるんでしょうね、スプリットをよく投げるよっていうのは。よし、これで振るでしょ、さすがに。これ振らなかったちょっと考えもんですね。よし、もう投げた瞬間に動作してましたからね。オッケーオッケー。7番にいる石川って厄介ですよね、正直。どうせならでもそうやな、7番にしか座れないですね。8番は高城いるし。いや、石川の応援曲が一番いいよね。僕が一番好きだったのは近所でしたけどね、今は巨人にいますけど、正直、近所の DeNA の時の応援曲が好きでしたね。振らないのかよ。なんかそれもなんかフォーク苦手なのですんなりと見逃してくるね。いやー、さっきもそうやけど、スローカーブとスピリットの相性はいいんですよね、結構。こんな感じで多分ね、スローカーブの次にストレートが来るっていうデフォルトやと思うんですよ、そのプロスピがね、プロスピのコンピューターが。そこでね、スピリッツ投げることによって球速は変わらなく投げれるってことなんで、そこが大きいんじゃないかなと勝手に思ってます。いや、多分それあると思うよね。やっぱりそのスローカーブの次はやっぱりストレートを投げたいっていうのが普通の感情やと思うんですよ。そこをあえてスプリットを投げることによってタイミングが外されるっていうのが、まあ僕の勝手な考えなんですよね。まあハマるといいけどね。よし、まあでも久保からやからね、ここの回でしょうね。いやー、でも正直久保から始まっても1、2と抑えたとしても次グリエルからでしょう。よくあそこ田村で抑えれましたよね、今考えると。正直気が抜けるのっていうのがいない。まあだって高城も絶好調やしね、今日ね。怖いな。無駄に粘ってくるね。てか応援曲バグってへん、またファウル。絶対応援曲バグってると思う、これ永遠となり続けんのかな。てか何、久保もう勘弁して。この応援曲たまにバグるのって何なんでしょうね。よし、変化球絡み、オッケーオッケー、ワンアウトです。よしよしよし、こっからですよね。よし、内側から入ってくるスライダーからいきましょうか。これ結構使えるんだよね。まあ、田村も抑えましたけど、なんやかんやあれで抑えれたからね。今日はスローブカーブ使えるね。まあカーブ苦手やしちょうどいいんじゃないかな。いやー、やっぱり梶谷クラスになるとやっぱりスローカーブの次のスプリットって振らないよね。多分次ストレート投げてくると予想してるはずってことで、カットボールで、ショートゴロ、外角ファールか。甘かったからね。よし、ここで相手のスプリット振ってくれると楽やけどな。うまい。いや、いいとこ守ってるよ、さすがです。絶対三遊間行かれたと思ったけどね。オッケーオッケー。いやー、ここはしっかり抑えときたいね。まあ、正直グリエルまで回してグリエルでアウトを取るっていうのもでかいけどね。筒香グリエルは本当に抑えられる気せえへん、あの能力。よし、オッケー。いやー、正直この回に1点ぐらい取ってほしいな。1点じゃ心もとないですね。無理かな。お、
いやー、中村雄平ちゃん、そこは打ってほしかったな。また1、3塁でチャンスで回してくれてもよかったしね。4回裏の攻撃になります。バッターはよし、ここのもしグリエルを抑えれたらだいぶでかいよ。サードライナーに倒れています。うーん、いや普通にストレートが投げれないよね、正直。危ない。うお、だって別に三振を持ってるわけじゃないしね。よし、でかい、いいね。筒香でしょ、初球持ちやったっけ筒香って。あ、そういうわけじゃなかったね。でも三振持ちやったはずやけど、絶好調やから三振持ちがなくなるってことでしょ。右ミートも高いしね、長打力は圧倒的やし。いやー、フォーク得意やから絶対ボール球。今ストレートスライダーフォークってきたよね。じゃあスローカーブで一旦タイミングを外しましょう。よしよし、オッケーオッケーオッケー。これで、あ、相手は多分あんまり見えてないと思うねな、速い球を。ってことでもう一回こう内側に速い球を投げる。よし、これでスプリットを振ってくれなかったら苦手なスライダーで切りをつけましょう。フランカー、どうせなら振ってくれるのが一番ありがたかったけどね。打ちました。やばいな、どうしよう、どれを投げるのが正解なのかな。スプリットスライダーと来てるでしょ。一番タイミング外れるのは多分チェンジアップやと思うんだよね。スローカーは一回球筋を見てるから。でチェンジアップを今日一球も投げてないから、これで打ち取れたらでかい。いや、もうここは真っ向勝負でしょ。いろいろ考えてもしょうがないからね、打たれたらその時は。久保といい、あんたといい、すごいな。よし、ここは苦手なスライダー振ってほしいな。これもファウル。いや、とりあえずさ、別にヒットでもええね。フェアグラウンドに入れてほしいな。よし、これはもう外角低めでしょ、打たれたらその時でしょ。いや、いい勝負ですね。うん、4番対エースって気がするわ。完璧、やべ、投げ勝った。うん、よしよしよし、一番厄介な 3-4 を抑えたよ。うん、次和美ちゃんからのスタートですし、いやー、なんとかねヒットを打ってチャンスをつなげたいところですよね。ここは田村三振してほしいな、正直。いい流れでクリーンナップを抑えたらでかいんじゃないかな。よし、よしよしよし、いいね、 OK、 打ちましょう。スプリッツ相手やから正直張ってもしょうがないと思うんだよね。結構山張りで打ったりすること多いんで、でも多分無理やから。よしよしよし、交代してほしいな。いや、そのスローカーブこの辺で来てほしいな。いや、そっち目立ってないね。結局、よし、受けた。止められるか。いや、正直センター前抜けたと思って喜んだけどな。まあ次の回期待ですね。まあ勝ってるから一応、自分の自援護でね。いや、でも今回は面白い動画になってるんじゃないかな。まあまだ1安打しかされてないしね。やっぱりカズミちゃんいいピッチャーですね。スプリッツ相手でも全然やれてますもんね。よし、ショート、うまい、いいね。でも僕的には今宮を使ってほしいから、2番今宮ってかっこいいんじゃないかなと思いますけどね。まあその DH やったら9番今宮でも全然いいですし、今宮使ってほしいな。守備的なことを考えるとね、明石よりも絶対今宮の方が上でしょ。よし、いや、この辺は本当雑談しながらというかね、ちょっと余裕で投げれますよね。正直ね、3、4はちょっと喋りながらできないですね、正直。よし、OK、OK。ヒット1本は誰に打たれたの？ああ、あれか、普通に1本目はあの梶谷に打たれてんのか。あれがなかったらそれこそ、ノーヒットピッチングやったってことでしょう。いやー、まあ、まだ5回ですけどね、動画で1回ぐらいノーヒットノーランしてみたいな。よし、クリーンナップ頑張ってほしいな。いけ、打ってくれ。よし、でかい、いや、でかい。いやー、中村悠平頑張ってほしいな。でもこの3点取ってくれたのは大きいんじゃないかな。また久保からか。
いや、やっぱり松田内川っていうのは頼れますよね。と、いや、久保にデッドボールほど、久保ほど痛い、久保よりも痛い、久保は痛いでしょうけど、和美ちゃんの方が痛い、もっとね。いや、ここからね、知り合いがついてくるからだいぶ楽。いや、ほんとピッチャーじゃないよね、バッティングセンス。あ、全然バグってないんだ、そういう応援曲なんだね。ウィーウィーっていうね。梶谷はさっき何やったっけ、サードゴロやったっけ。あ、そんな感じでしたよね。あ、やっぱりサードゴロか。ライン際フェア、ワンヒットにしてほしい。よし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 。今日もマルチヒット、いやー、なんとか荒波は出したくないね。バントとかしてくれると楽やけど、絶対しないでしょ。まあ、ゲッツーは無理としても、これ牽制でアウトとかなってくれへんかな。1球外すか。よしよしよし、スライダー、よし、うまい、でかい。ゲッツーは無理でしょ。いやー、打ってもよし、守ってもよしが松田ですね。嬉しいわ、今のが取ってくれるのは楽ですね。正直ランナーは気にしたくないけど、得点源に置きたいとも思わないね。あ、でも得点源に置いたらグリエル、あれか、チャンス罰やったっけね。それはそれでありかな。うん、いや、やべやべ、やばいな。あの入りですら無理か。チャンス丸が来たよ。どうする、どうする。一球外角のストレート見せる。まあ、そして彼がこのビハインドの中で、まあまあまあしょうがないでしょ。うん、あれは打った方がうまいわ。よし、田村を全力で抑えましょう。チャンス丸やけどね。ここをあえて さっき抑えたようにスライダーを内角から入っていくのか、それとも外角を中心に攻めていくのかですよね。同じボールから入ってみるか。印象悪いでしょうしね、振らないでしょう。よしよしよし、もう1球いく。もっとギリギリを攻めましょうか。うわー、いやー、甘く入ったね。あー、普通に甘く入った。やらかした。さすがにプロ的に3球も球が来たら打たれるか。ナイスボー。さすがに長打を警戒して丁寧に投げてきます。それは丁寧に行くよ。外へのスライダー、フォーク振ってほしいな。振らないよね。バッターボックスのロペス、よし、振って、お願い。1割7分9厘となっています。うまい、掴んでフリーアウト。危ね危ね。いや、3点取ってくれてよかったね。よし、来た。あと3回でしょ。で、まあ7回はいけるとして、8、9ですね。8、9をなんとか。正直、あと1点ぐらい取ってくれたらだいぶ楽やけどね。よし、ね、バッチ。いいね。今のは甘く入ってきたね。ピッチャーがちょっと舐めてたのかな。いやー、こっから1点取ってほしいな。せっかくピッチャー出たんやし。よしよしよし。お、でかい。いって。うん。いや、さすがですわ。本当に。頼れるね、ソフトバンク打線。4点あったらいけるんじゃないかな。多分。いや、でも田村との勝負楽しかったですね。筒香との勝負も楽しかったし。いや、今回は面白い動画になってるんじゃないかな。若干長くなりそうやけどね。めっちゃ粘られてるしね。こういうの今宮なら取ってくれそうなんだよね。ああいうのをなんとかしてほしいなとは思っちゃったりしますけどね。いや、でも7、8、9やし、とりあえずここをなんとか抑えましょう。よし、でかい。1球牽制しとこう。よし、これでフォークが来たらなかなか対応できないと思うよ。俺が対応できないや。ものすごく甘く入ったや。やばいな、やばいな。一番楽なところに2連打打たれる。変えられる、やめてよ。やっぱり変えるか。代打ですよね、それ。そう、きっちり役割を、ね、果たしたいですよね。そうですね。さあ、まずはランナーを返すことに集中したいところ。振らないか。うわ、怖え。振ってくれ。よし、でかい。
OK、ワンアウト。こっからですからね、スイッチ入るのは、かずみちゃん。うん、よし、合ってないね、もう1球いこう。もうこういったチャンスで返しておかないと苦しくなる展開ですから、内角ストレート行きたい、行こう。なるほど、そうですよね。ナイスボー、バッターの振ってくれ。今シーズン得点圏、よし、よし、でかい。うん、2アウトになりました。いや、ほんといいね、あの内角のストレートは効いたね。振ってくれなかったことがでかかったね。いや、ここまで来たら抑えたいね。てか正直次のグリエルにはどうしても回したくないね。フレ、いや、フランか、もう一球行こう。そうか、フラないか。高めのスローカーはあえての、よしよしよし、絶対予想してなかった。いや、オッケー、ノーアウト2、3で抑えたよ。さあ、先ほどのシーン、いや、これは予想してなかったんじゃない。完全に打ち取ったもんね。オッケー、出ましょう。さっきこれね、出てから、あ、点入ったからね。いや、いいんじゃない、5割打ってるし。国吉か、僕嫌いなんですよね。自援護したのがでかかったね。特別な選手らしいですね。まあ、うん、あのスピリッツ作っただけでしたけどね。はい、はい、どんまい。そんな何個もバコバコ打ってはできないですからね、スピリッツ相手なんで。簡単に終わっちゃったか。まあ、流れ的には良くないけど、何番から？3番からか。1点はいいとしても2点目やりたくないね。スライダー苦手ならもう1球外角に外す球でいきましょう。は、絶対外す。よしよし、スローカーブ。正直ね、引っ掛けてサードゴロショートゴロがでかいんですけどね、このスローカーブとか。見逃すもんね、ちゃんとね。これは大きいですよね。うまいね。スライダー、スライダー、スローカーブでストレートを狙い撃ちしてくるあたりがやっぱさすがですね。グリエルいないのにね、まあしょうがないでしょう、ゲーム中ですからね。よし、それは予想してなかったはずや。よし、ゲッツー取ってほしいけどな、無理か。すぐ結構足早いもんね。てか今飛びついた方が、あ、でもグリエルもね、あのすぐの方が足遅いですから、これでいいんじゃないかな。タイムリーヒットを放っています。よし、ナイスボー。行く、行く、もう一球。あざ悪かるように、よし、これ振ってくれたらでかい。うわ、当ててきたか。もう一球、一球高めに見せるか。よしよしよし、まあセオリーでいきましょう。セオリーは通じない。よし、じゃあ嫌がらせのようにいきましょう。よしよし、嫌がらせ成功。オッケー、いいね。危なかったけどね、もうちょっとセンターの方に弾かれてたらやられてたけどね。よし、最終回も行きましょうか。129ぐらい投げてるんじゃないかな、122球か。いや、でも今回は10奪三振しかできなかったですね。やっぱりあれかな、ミート力も大きい、長打もあるっていう DeNA に対してあんまり三振は取れないよね。まあ、正直あそこの、ノーアウト1、2塁の時に、梶谷と柳田を三振取れたのは大きかったですね。よし、今日ロペスはカモやってね、そんなに打たれたイメージなかった。いやー、こっからだよね、取ってほしいな。よし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 、でかい。まあ完封できたよね、正直ね、あそこの田村の配球さえ間違わなければ。いや、でも面白かったんじゃないかな、今回は結構田村がキーマンでしたね。ほとんどチャンスで回ってきてるもんね。やっぱり意地を見せてもらいたいですね。いやー、でも面白かった。よし、よう、いいね。よし、これで10勝目。いやー、そうなるとやっぱ中日戦ね、あそこの森野の1球、エルナンデスの1球っていうのは悔やまれますよね。あそこがなかったらもしかしたら勝ち投手、転がり込んでたかもしれないんでね。まあでも終わったことはしょうがないから。あ、でも10勝目多分一番早いんじゃないかな、10勝を挙げたのはね。どっちにしろな
かなかないもんね、ここまでいい感じの投手的な感じで来たのはね。うん、いい感じですよ。お、どうも。いや、内川も良かったよ。うん、やっぱり頼れますよね。よし、今日は能力アップしてから終わりましょうか。お、次回は阪神戦ということで、いや、そろそろ完封したいね。1点2点と若干取られてるからね、そろそろバシッと完封してね、終わりましょう。よし、じゃあ能力アップして今回は終わろうかな。もう大体取れてるんだよね。じゃああとは球速だけですね。1球上げれるね。154キロ、なかなかいいですね。これは打たれ強さを取ろうって言ってたんですね。ここはもうないね、やるやつがね。なんか球威上げたいよね。コントロールを上げなくていいから、スライダーとか A にしたいね。これを球威 A にしましょう。頑張ってね。よし、じゃあね、今回これぐらいにして、また次回やっていきたいと思います。次回はね、阪神戦頑張っていきましょう。今度こそね、完封できるようになんとか頑張っていきたいと思います。それでね、ご視聴ありがとうございました。ちょっと長くなっちゃいましたからね、見てくれた方はお疲れ様でした。それでは、宗介でした。さようなら。